時計メガネアクセサリー、リコードでございます。今回は、ネックレスのあの、クラスプの部分をあの、取り替える修理が、あの先ほどあの、出来上がりました。それをちょっとあの、ご紹介したいと思います。ネックレスですね。クラスプってあの、この金具ですね。元のタイプがですね、ちょっとこう、小さくて、これです、ね、これ元のタイプなんですちょっとあの、全体に、こ腐食、この付け粘土もね、腐食したものですから、 こういうふうに作りましてですね。ステンレスで作って、で、こう、長さ調整できる、こう、うにしましたですね。このクラスプチがその、金具もちょっと一回り大きめにしました。そうするとね、あの、結構、やりやすいですね。付け外しが非常に楽でございますので。まあ、こういうね、あのー、お客さんのお気に入りのなんかネックレスらしいですよね。 うこういうのをちょっと思い出もあるということで、あの、なんとか直してほしいというご要望で、今回ね、ちょっとやら,やらせていただきましたけど、今度はステンレスなもんですから、こういう腐食はしませんのでね、そういったのでは安心してね、あのー、まあ、ご栄養いただけると思いますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。